1700&16 The Forces of the Crown Do take the orange, white and green Bombarded Dublin Town。 はい、そんなわけでアイルランドのライフルベイビーやっていきましょう。どんなゲームなんですか？ブリカスしすべし。なるほど。画質といい内容といいメダルオブオナーみたいですね。でもめっちゃ最近リリースされたフリゲです。物語の進み方としては桜田門外の変方式なんですよね。はぁ？最初の方にクライマックスが来てその後背景なんかを説明してく方式です。なるほど。それで、今戦ってるのは衛兵ですか？そうだと思います。ユニオンジャックもはためいておられますし。衛兵は貧弱ですね。3発撃ち込めば倒れます。どこの兵士も倒れると思いますよ。さて、一路キャンプの中を進んでいきます。舞台は1919年、今から100年くらい昔ですね。この年の1月にアイルランド独立戦争が始まったそうです。それはそれは。でも調べたんですけどそれくらいしかわかりませんでした。この無能。私理系なので許してください。これが A 軍のサクソン将軍です。将軍ですが同じ人間なので3発撃てば死にます。現実に即していていいですね。一応死体撃ちもしておきます。お前がブリカスだ。勝利の後死にかけのサクソン将軍は言った。君は私と私の軍隊を倒したが、我が国は飢餓で君の国の半分の国民を殺した。だから我らは未だ勝者だ。君のような抑圧者の時代は終わり、歴史が君の罪を裁くだろう。2日前、アイリッシュライフルマンは森にいました。仮にでも来たんでしょうか。動物でなく衛兵ですけどね。さて、道なりに進みます。特に大したものもありません。現実の戦争みたいですね。でもゲームに限っては貨幣の方が強いです。数が多い方が勝つんじゃゲームにならないですからね。最後に指揮官みたいなのを射殺して終わりです。小銃じゃなくて拳銃装備してますね。ウェブリーリボルバーですかね。お願いだ。殺さないでくれ。何でもする。許してくれ。サクソン将軍の基地への道を教えたら許してやろう。こうして最初に続くんですね。3日前、アイリッシュベイビーライフルマンは遺跡にいました。イギリスの田舎ってこんな感じの石垣がそこかしこにあるイメージです。それでは衛兵の死体を肥料にしていきます。やっぱりそんなのばっかりだった。うんこ肥料にするのとどっちがいいですか？あれちゃんと発酵させて寄生虫とか殺してますよ。じゃあ焼死体にしておきます。ええ？さて、そんなわけでここの指揮官も撃破です。膝から崩れ落ちておられる。ほうよほうよ。不敬罪。俺の国の遺跡で何をしてるんだ？他の国の歴史を壊して恥ずかしくないのか？命令に従ったまでだ。頼む許してくれ。神は君に自由意志と良心を与えてないのか？なぜ抑圧者に従うのか？工場で働いていたが自動化でクビになった。家族を養うために A 軍に入るまでしばらく失業していた。サクソン将軍の基地への道を教えてくれたら許してやろう。どこにサクソン将軍がいるかは知らないが、近くの森にいる部隊は知っている。彼らならどこにいるか知っているはずだ。4日前、アイリッシュベイビーライフルマンはまた森にいました。時系列的にはこっちが先ですけどね。それじゃ白神さんちの話でもします？話すことなくなっちゃった。森の兄弟の方がいいんじゃないですか？ゲリラ戦ですし。エストニアですか？でも結局独立はペレストロイカの後ですからね。じゃあカチンの森の話でもしますか。やめろ。ほらこの辺、いろいろ植えられそうですよ。余った株とか。動物の森だった。さて、ここの指揮官はめっちゃ奥にいます。こんなところまで来させやがって、さっさとくたばれ。くたば停止ねえ。ふう、その距離じゃ拳銃は役に立つまい。ここはずっと我らの土地であった。出て行かせてやる。何千年も犬が住んでいようが犬の国ではない。ここは我らのものだ。貴様も貴様の兵士のように殺してやろう。
そして指揮官のサクソン将軍の元に行き答えを教えてやる。それはただ銃弾と炎だ。アングロサクソン人がケルト人を殺したように貴様も殺してやる。貴様はサクソン将軍の元にたどり着く前に死ぬ。そして貴様らはアングロサクソン人種の奴隷となる。部隊は遺跡の近くまで来ている。それじゃあ殺してやろう。世界は貴様のようなものがいなくなって少しはマシになるだろう。5日前。さっきの指揮官はこれまでの奴らと違って骨のある奴でしたね。正当化するような奴よりは好感が持てます。今度は村にやってきました。もう敵の手に落ちてるみたいですけど。実はここ、6日前になればわかるんですけどアイリッシュベイビーの村だったんですよね。それじゃあサクソン将軍を倒そうと決意したのって。まあ、そういうことです。主人公の家は村の最奥にあります。向かいましょう。あまり背景はわかりませんが外から帰ってきたら衛兵に占領されてたんだと思います。火も放たれてますね。サクソン将軍は餓死させたって言ってますけど直接手も下してますね。これは抑圧者ですわ。さて、このちょっとした丘を越えたらようやく我が家です。あれ誰か倒れてますね。これはアイルランドにおけるイギリスの法律に従わなかった罰である。サクソン将軍。6日前。アイリッシュベイビーライフルマンは村にいました。まだ英軍は来ていないようですね。みんな今すぐ塹壕を掘って銃を整備するんだ。明日には英軍がやってくる。君の名はのように未来は変えられないのです。この村を焼き打ちしたのはサクソン将軍の部隊だったんですね。それで殺しに向かったんですね。しかし村も英軍も死体の山ですよ。何かできることはなかったんですかね。別に人間なんてそんな上等な生き物でもないですからね。それでは、最後に我が家に帰りましょう。最後にムービーを見たらエンディングですかね。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。